本チー、1990年12月16日台は、日本の女優、ベトナム人、タレント、英語表記は本敬。神奈川県出身、スターダストプロモーション所属、元アイドリングの創設メンバー。2005年、s m e n s オーディション2005で、準グランプリを受賞し、芸能事務所、ソニーミュージックアーティストに所属。芸能活動を開始する。 2006年10月、レギュラー番組、アイドリング。から、女性アイドルグループ、アイドリング。が、発足、8号として、アイドル活動を始める。2008年9月、ファースト写真集、フォンフォン系を観光。10月、ファーストイメージ DVD、カムオン大事な時間をリリース。2009年6月、バラエティ番組、知りすぎちゃんにレギュラー出演。9月、 セカンド DVD、10代からの手紙をリリース。2010年3月、セカンド写真集、リチュアルハートを観光。サード d v d 回エンジェルズ・ウィングをリリース。吉川マリアと企画ユニット、パオを結成し、4月にシングルをリリース。4月、情報番組、ガールズヌズ・ガールズ・ポップのレギュラー MC に就任。9月、日越友好イベント。 ベトナムフェスティバルのサポーターズ宣伝部長を務める。11月、ホース DVD、IF 僕の妹をリリース。2011年アイドリング。卒業4月、トーク番組、ピゴーラジオにレギュラー出演。8月、主演 V シネマ、音量映像特別編回帰女子会をリリース12月23日を、もってアイドリング。を、卒業、出演した、ラストライブも生放送された。 2012年1月、冠無理番組、フォンチー21歳のハローワークを放送開始。コトン HDVD、カレードスコープをリリース。アイドリング、時代の同僚、クラタルカと舞台、空色ドロップで共演。2月、コトン HDVD、カレードスコープをリリース。3月、主演舞台、新、七夕伝説、厚生天女が上演。 4月、情報番組、映画ちゃんにレギュラー出演。6月、主演舞台、時空警察、ベッカー海放校のエトランズが上演。7月、主演舞台、ひまわりの空目が上演。2013年1月、アイドリング。OG 特別企画、一期制裁会の日 SP にライブ出演。2月、出演映画、レイレイが公開。4月、主演舞台、 ヘナチョコビーナスが上演。バラエティ番組、部活応援プロジェクトシャカリキにレギュラー出演。9月、主演舞台、オーバースマイルの老舎者役で、初の手話を演じる。10月、シックス DVD、二人旅をリリース。2014年4月、アイドリング。時代の同僚、河村ゆいと、舞台、パリンペック東京で共演。5月、 元 SDN48 のメンバー木本優希、あかねと共にガールズバンドベイカンシーコントロールを結成。7月アイドリング。時代の同僚森田良花と舞台グッドモーニングアイスパーソンで共演。12月ベイカンシーコントロールの旗揚げイベントを開催。2015年2月ベイカンシーコントロール名義で音楽イベントポップン。 ロールザナイトに参加し、ライブ活動を開始。9月10月、ベトナムフェスティバルの姉妹イベントに参加。12月、自身の生誕祭、イベント、フォンチー25スアニバーサリーバースデイイベントを開催。12月31日をもって、芸能事務所のソニーミュージックアーティストを退社。当面はフリーランスで芸能活動を継続。2016年2月、 ベイカンシー・コントロール初のワンマンライブを開催し、ファーストシングル、ベイカンシー・コントロールをリリース。また、アイドリング。時代の同僚、立花のゆりか、倉タるかの両ユニット、ブーイングが主催する、音楽ライブ、SMKT69 でもリーグボリューム4に参加。バレンタインアイドルフェス2016に出演。3月、ベイカンシー・コントロール間番組、バカコンって何ー。 を開始4月、カングリラジオ番組、アカネホンチーノ、チュチュ、チューズデーを開始 TV ドラマ、ディアスポリス違法警察に出演。7月、舞台、時空警察クロノゲザーにて、主要キャストの出演として、初の悪役を演じる。9月、主演舞台、激メシチューズデーが上演。11月、出演アニメ舞台版、地獄少女が上演。 12月、生誕祭、イベント、フォンチー2 6スアニバーサリーバースデーイベント及び、ベイカンシーコントロールセカンドワンマンライブを開催。2017年3月、在籍していた、ベイカンシーコントロールが、活動休止。3月、主演舞台、うるさくて、うるさくて、耳を塞いでもやはりうるさくてが上演し、統合失調症患者の役を熱演。6月、主演舞台、 普通が上演。7月、人気コミック、宇宙兄弟と人狼舞台シリーズがコラボした、宇宙兄弟リベリオン・オブ・ザ・フルムーンに出演。第15ステージにて、長年のシリーズ三回来初の MVP に輝く。10月、3度目参加の激飯舞台、ラブレボリューションナンバーワンが上演。12月、自身の生誕祭を主催し、かつての同僚、加藤さやかが参加。 さらに年内引退する遠藤舞と最後の共演。同僚だった赤根主催の音楽イベントに木本祐希と参加し、久々にベーカンシーコントロールとして集結。2018年3月、出演再演舞台、何でもないトマトなのに、が上演。5月、ラジオ番組、アーティスト応援部のレギュラー出演開始。8月、松沢呉は演出の巡視演舞台。 あなたも知らない、舞台裏が上演。9月、月9ドラマ、絶対レ度ド未然犯罪潜入捜査に客演。12月、毎年恒例の生誕祭イベントを開催し、芸能事務所、スターダストプロモーション所属を公表。2019年1月、NHK ドラマ、ベトナムの光僕が、無償医療を始めた理由に出演。4月、三輪公一演出舞台。 ベター半分に出演。8月、主演舞台、日地方の彼氏が上演。11月12月、NHK ドラマ、ミス自己調天才、天の教授の調査ファイルに客演。2020年7月、TBS ドラマ、ミュー404に出演。ベトナムフェスティバル2016にて詳細は、アイドリング。お参照アイドリング。ナンバーは8号。イメージフラワーは、 ハイビスカス。結成からの約5年間在籍し、シングル14枚、アルバム4枚参加などの実績を残している。レギュラー番組、アイドリングにも同期間約800回出演した。歴代メンバーのうち、加藤さやか、小泉るみ、遠藤舞、江戸万里彩り、滝口ミラ、戸岡エリカ、谷沢エリカ、横山ルリカと同期であった。愛称は、チーなど。 メンバーのほとんどは、名前通りに、フォンチーと呼ぶ。当初は正当派に位置し寡黙なタイプだった。ベトナム人であり、母国に関する演出も多かったが、日本育ちで、言語、容姿も含め日本人のメンタルと際はない。しかし向こう議は強い方で、晩年は、辛口な発言をして、イフもされる姉子キャラを演じていた。加入当初は、細身だった体が、すぐに、 ぽっちゃり、化してしまい、自身と、殿岡うかえりか、谷沢えりかの3名で、ぽっちゃり同盟と称していた。年々の太りすぎが問題化してしまい、レギュラー番組、アイドリング、で体重にまつわる演出、企画を数多く組まれた。同番組 MC のバカリズムから、重戦者などのキャラ付けをされたり、同じ事務所の先輩だった、国章さゆりから苦言を呈されたこともある。 ライブイベントなどの場面では、えい、O のリズムで、フォン、フォン、チー、と、ファンを煽るパフォーマンスがある。また、グループの楽曲、百花両乱アイドリング。では、冒頭の感想の後一斉に、ホンチー、と愛の手を入れるのが、ファンの間で定番化している。歴代メンバーのうち、酒井瞳と,と同じ事務所に所属。同期の殿岡とはプライベートでも交流が多く。 チーと呼ばれている。アイドリング。卒業、編集2011年12月11日、同期、谷沢エリカと共に、同23日付をもってのグループ卒業を公表した。一週間前のワンマンライブでは、新曲の先行披露にも参加しており、結成当初からのオリジナルメンバー、卒業まで10日余りしかない急遽な背景などもあって、ファンにとっては寝、ね、耳に水であった。 自身は次へのステップに進むため悩み抜いて考えた結果だと明かしている。同23日の卒業記念ライブはフジテレビ v 員をスタジオから公開生放送された。一般公募による無料招待として企画され、緊急な決定にもかかわらず定員800人に対し2500人の応募があった。本人はアイドリングにいた日々は忙しくて目まぐるしかったが、それ以上に 人生の財産になった、持ち歌もないゼロからのスタートだった当時からは、たくさんのファンがいる今の光景が全然想像できなかった。自分は幸せ者ですと別れを告げた。詳細は、ベイカンシー・コントロールを参照2014年5月、元 SDN48 の赤根、木本祐希と共に、ガールズバンド、ベイカンシー・コントロールを結成し、 同年12月から2017年3月までの2年、3ヶ月音楽活動を展開していた。自身はドラムスケンボーカルを担当している。2014年12月末の旗揚げイベント以降から、ライブハウスを中心としたガールズ音楽イベントなど、多くの対番に参加している。2016年初頭には、初のワンマンライブを開催し、ファーストシングルをリリース。また、 かつて在籍していたアイドリング。時代の同僚たちと共演するなど、精力的に活動した。2017年3月の主催イベントをもって、活動休止。アイドリング。としての作品は、項目先を参照パオ名義イメージビデオ、カムオン大事な時間10代からの手紙会、エンジェルズ・ウィング・イフ・ボクの、妹カレードスコープ二人旅バラエティ、アイドリング。 ベーカンシーコントロールとしての出演は、こう、ありがとうございます。